社会小説は日清戦争後から1900年代の日本で執筆された小説の類型。社会、経済の近代化と封建的な価値観の対立や貧富の差の拡大などに目を向けた関連小説や悲惨小説、深刻小説が先行して生まれ、それらに社会的意味を持たせた社会小説が書かれた。明治30年代になると日本でも 社会主義思想が広がり始め、その文学観は、社会主義の理念に基づく、社会主義小説などに受け継がれた。権有者の楽屋民義欲に、川上美山明治20年代までの文学は、坪内商用、双葉亭氏名による、文学革新運動を発展させた。権有者の大崎光陽や高田露伴が人気を集めて、高露時代とも呼ばれ、一方で自由民権運動にも、 関心を持ちながら航路文学も批判していた北村東国や島崎東村らの初期ロマン主義も生まれつつあった。日清戦争の起きた1894から5年頃から日本の近代化と封建的な慣習の衝突や資本主義の発展による貧富の差の拡大や汚職といった社会矛盾が意識される中で権究者文学の通俗性から脱しようとした泉京花。 夜行巡査、下下室や、兼有者の川上微山、大敗、初期間、裏表などが、おおむね一定の観念もしくは、傾向の上に立ち、人物の性格心理の発展、主として、これに出ずと評される、関連小説と呼ばれた。同様の手法ながら悲惨な題材を描いた、広津竜郎は、ヘンメデン、黒トカゲ、今戸新中などで、悲惨小説とも呼ばれる。 これらの作品は、田岡霊雲によってまず、悲惨文学、深刻の悲哀文学と称され、その後、笹生説によって、悲惨小説という呼び方をされた。また、関連小説という呼び名は、島村宝月によるもので、やがて、これらや、悲惨小説の別称として、深刻小説という語が一般化した。霊は、上述に加えて、前田書バタ売り、 三宅政権、本場を挙げ、我文学が、赤日の喜劇的和楽の旧文史にウるに、悲劇的文史をもってしたるを見る。我文学は一大部を進めんとするなり。個人は、この東進国の悲哀文学のいずれに至りだるをもって、我国文学の上において喜ぶべきの新現象となりとして、これを歓迎す。と評している。悲惨小説が、 社会の悲惨な現実の写実的な描写に力点を置くのに対し、作者の主張であり、反属精神による社会批判を表現するのが関連小説と言える。また、田山固い、暖流、北田薄らい、乳母、徳田修成、矢部浩二、小栗冬洋、根尾白い、恵水院、女房殺し、樋口一洋、濁り絵などが、この時期の悲惨小説の傑作に挙げられる。 古藤中外も、悲惨小説が、天氷界を渡る勢いをもて小説界を風靡、している理由に、やはりそれまでの傾聴不白な小説よりも、生存競争が日々激甚を加え、生活の困難が、カハルにつけ、人生問題に反問する読者の求めたためであると、述べている。広津流郎、今の新中口へ1896年になって、国民の友し10月号に、 社会小説出版予告という広告が掲載され、国権新調して、社会の現象をますます多色、多端なりとして、社会的な題目に着目した社会小説として、斉藤緑、広津龍郎、高田露伴、後藤忠外、佐賀野矢や,や、主人、小崎公用を挙げていたが、これらは実現しなかった。しかし、これをきっかけに、高山貯牛や金子畜水による、 社会小説論議が行われ、早稲田文学1897年2月号では、この論議を以下のようにまとめている。社会小説とは、貧民または、労働社会のために気を破儚とする一種の傾向小説のなり、社会小説とは、勇えて貧民または、労働社会のために、特に弁護する者にあらざるといえども、在来の作家が見落とせる。 社会仮想の真相を主題とするものを言う。社会小説とは、従来の作が、恋愛小説の一具にのみ変せるに対し、社会の全体すなわち、政治、宗教、その他あらゆる部面に、広く、財を取るものを言うなり社会小説とは、人間の心理の波乱を、生打ちする在来の心理小説、個人を描くに変せる在来の写実主義に対し、社会を、主として、 個人を客とし、心的状態よりも、外界の現象に重を置くもの足らざるべからず、社会小説とは、一代の風潮を指導し、社会の予言者たる任務を描く数にたうるもの、足らざるべからず、さらに、金子畜水は、より明確な定義として、早稲田文学1898年2月号、いわゆる社会小説で、近世の社会主義に関する事態をかけるもの、 社会の個人に対する関係をかけるもの漠然言う、小社会に関する事態をかけるもの全体として、社会の行動をかけるものという四分類を作った。この風潮の中で、内田ロアン、暮れ二24日が書かれる。これは、前年の1897年に初めて行われた、メキシコ意味を題材に、社外主義思想とキリスト教の理想主義によって、メキシコに、 ユートピアを建設しようとする人物と、彼を取り巻く、主樹の社会的矛盾をテーマにして、田山片山正宗白鳥などから高く評価された。また内田はこの情勢について9月に、政治小説を作る、公式などを書き、現今政治社会はすべて落参な、政治小説を論ずの古党中外とともに、明治前半に流行した、政治小説の新しい形としての社会小説を、 提唱し、西欧作家の新種経験なる目的をもって、直ちに自家の目的とし、初めて深く社会の真相を詳しく観察することができる政治社会の国慶劇と論じた。また1901年、社会百面相など多くの社会小説を発表した。キリスト教的ヒューマニズムによる作品、思うでのきなどを発表して広く人気を得ていた。 徳飛ロカの黒潮は明治20年前後に政府の腐敗と戦う主人公を描いた社会小説で高い評価を得た。また、政治小説、警告美談で著名な矢野流慶は国家社会主義的ユートピアを描く新社会を観光し発売後二3ヶ月で数十万部が売れたと言われ、川上はじめは素地巧明を極め、 巧みにこの主義の弱点を、平不手一読簡単の声を発生しむるところ、これもとより尋常一応の筆にひず、と評している。他に、社会小説と呼ばれたものには、広津竜郎、非国民、徳田修正、竹物、小栗風陽、青銅、ストライキ、後藤中外、不肉団、エミールゾラの影響を受けたゾライズムを提唱していた、小杉天外の、 新学史、新婦人などがあり、高安月光、イブセン社会劇、大塩平八郎、宮崎東天、狂人譚、三木天祐、革命の花、小川遠村、労働問題、松井松葉、社会主義、小林周月、むしろ端などが、その影響で生まれた。しかし、社会小説として書かれた作品の多くは、現実の問題の消化不良や、 作者の経験の不足などが露呈し、後世にまで評価されるような傑作は多く、残らなかった。社会小説に大きな影響を受けた中に、1901年の社会、民主党結成にも加わった、木下直江もいた。直江は、日露戦争開戦論に対する反戦の立場から、火の柱や、キリスト教的人道主義の立場による、夫の自白などを書いて、 社会主義小説の先駆となった。その後社会主義小説は、松岡高村、白柳周子、山口古賢らによって大きな流れとなり、後のプロレタリア文学に受け継がれていく。ルポルタージュとして、横山玄之介、日本の仮想社会、高徳修水の評論、非戦争文学、自由党を祀る文学書かれ、坂井敏彦によって、ウィリアム・モリス、ユートピア通信や、 エミール・ゾラが社会主義に移行していた時代の作品、四福音書の第二部などが翻訳、紹介された。小杉未成の日露戦争従軍中の詩とスケッチ集、人中詩編も優れた反戦文学として知られ、明状や平民新聞などでも、与さ野鉄管や石川拓保らによる反戦的、社会主義的な詩歌が発表された。これらの文学的動向は、 自然主義文学においても、島崎藤村、墓井屋、正宗白鳥、牛部屋の匂い、真山聖火、南小泉村、長津仮説、土などにつながった。ありがとうございます。